いもの食べたから。熱いもの食べたらさ、いやアイドルがそんなこと言っちゃいけない、やめよう。何を言おうとしたんだ。やめます、察してください。書いてます。もう少しで上がりだよ。クラブ8使ってみる。8ダイヤ。再放送見ますだって。何のだろう、再放送わかんないけど見てください。何の再放送だろう。スキップしてみる。再放送ですか。残念。次行こう。サプライズレバーさん、リラックマ風船ポーありがとう。ちょっと来月はちゃんとコンスタントにドボンやろうと思います。なんかムカつきますもんね、こうやってさ、普段頑張ってたのに急に上がっていきやがってって思いますよね。いやほんとわかります。101位の方とかマジかわいそう。普通に私もみずみんの時に、みずみんの100位ゲットするぞって時にさ、101位になったんですよ。なのですごいそれが辛かったので、もう本当に悔しくて悲しかったので。いい感じ。ちょっとコンスタントにやっていきます。ちょっと申し訳ない。なんかほんと貴族遊びしてるみたいな感じじゃないですか。うざいですよね。すいません。メール送りました。いや忖度じゃないでしょ。普通に私が勝っただけだし、これは申し訳ないけど忖度されてませんよ。
そうですね、結構順位上げれたらなとは思ってます。ぜひ抜かしてくださいだって頑張ります。めっちゃ音聞こえる。あ、ほんと？なんか時間合わせしやすいかなと思って、時間じゃないか、音合わせしやすいかなと思ってちょっと音でかくしたんですけど、どんぐらいまで上がれるんだろう。普通に疑問。元気そうですね。元気ですね。はい、元気ではある。かまくら殿様さん、リラックマのプレゼントボックスありがとうございます。かわいい、ありがとう。そう、私が喋ってたら多分声聞こえないですよね、この音だから。え、でもこれでさ、バンされる？え、さすがにないですよね。だってこれまで普段ドボンいっぱいやってきてバンされたことないもん。これでバンされたら何なんですかってこれまでは何だったんですかって。そう、私喋ったらみんな聞こえなくなっちゃうかなと思って。DX の見ました。だってありがとうございます。応援されました。なんで私はクラブって言ったのにクラブから色が変わってるんですか？3人とも私のかじゃなかった、違いました、すいません、自意識過剰でした。クラブだっつってんだろ、ふざけんなよえ、出さないよ。もう意味わかんない。スペードダーダーダー出したいでねよ。楽しそう。あ、上がった。クラブとスペードマジ、何年ドボンやってんの、何年ドボンやってんの
プンプン。明日何がありますか？明日は早めにちょっと配信します。ごめんなさい。朝めっちゃ早配信です。ごめんね。申し訳ない。何がある？何がある？何が？何も何もなくはないけど、早めに配信します。メイク配信。今久々にハルピョンと当たったよ。うん、私のことリバースしたから嫌いです。私のことリバースしたので、もう嫌です。今日のハルピョンのナレーション良かった。ありがとう。切れるかな。 でもこの後メイクしたやつの写真撮って着替えて写真撮って、すいません。今日も可愛い。ありがとう。あと1時間くらい配信をするんですけど、ドボンは30分ぐらい後やります。最悪。あれ、されなかった。ドボン絶対ドボンされると思ったのに、なんでだろう。誰が忖度してくれたんだろう。わあ最悪。はい、もうやだ。上がれるところだったのにリバースされた。もう本当上がれる寸前だったのに、もう嫌だ、もう嫌。カズさんハートありがとうございます。ドボンピョンズだらけ、すいません、なんかすいません、ごめんなさい。なんかピョンズしかいなくて、ね、ほんとあと1枚だったの。もう終われるってとこだったの。そうで、私が勝つってところだったのなのに
ンポ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 ン。ショールームをラジオ代わりにして仕事をしています。じゃあ今からスクショタイムしますね。最悪、とりあえずアシストしてたけどよかった。だってあなたのせいで私は一回上がるタイミング逃したんですけど。もう嫌い。プン、あなたのせいで私は一回上がるタイミングを失いました。もう知りません。ポンポンイベントでもイベントもやってないのにさ、めっちゃおもろい。イベントやってんだったらわかるけど、イベントやってないのに一回の過ちでめっちゃ怒られる。もう誰も私と対戦してくれなくなっちゃう。あ、色変えたな、色変えたな。ハートって言ったじゃん。リバースで出てくるハルピー、え、なんかな、あのあれは何のポーズなんですか、あのなんかこういう変なんか謎ポーズ、リバースのリバース謎ポーズ。くしゃみでそう。ドロースリーチャンス、すいません、ドロースリー持ってます。この人オートだ。ちょっと厄介だな。うわ、オートな上に向きこっちになっちゃった、最悪。うわ、ほらドローズ投げられるしもう元気なくなるよそれ。ちょっともうオートやめてもらっていい？オートは嫌だ。ユータさん、ハートありがとうございます。ありがとう。こんばんは。何位ぐらいまでいけるんだろう。ほらね、私ドローズリー来ちゃったじゃん。まあいいや。こんばんは。今日はメイク済みぴょんでございます。耳出し中。いや、いらんのよ。こんばんは。ちょっと音でかいな、やっぱり。
3人ともピョンズ。レピーマン最近メンバーと当たりましたか？あ、誰も当たってない。悲しい現実。ハルピョンのカード使いながらお代理の紙押し点つけてる人をドボンしました。はい、そうやって私のことを裏切るとこうなるんだよっていうことを教えてあげようと思います。どっちが裏切られてるのか分かんないけど、お代理が裏切られてんのかもしんないし、どっちが裏切られてんのか分かんないけどさ、いいねいいね、ドボンいっぱいしてるよ。こんばんは。久しぶりに対戦ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。流られちゃった、悲しい。じゃあ皆さんはハルピョンが何位まで上がれると思いますか？今の順位見ずに。100位でした、1時間前というか、まあ、40分前は。 10時までやって何位まで上がれると思いますか？25位、41位、50位、35位、37位、これ誰か覚えといてね。32位、76位、48位、94位、48位、77位、25位、47位、40位、50位、88位、25位。じゃあ皆さんこれ自分で覚えといてもらって
はい、60位62位、じゃ全部スクショしようかな、これ本気で本気で当てた人すごい。一人一回だよ予想。後から見たときに、なんかいっぱいいたとかなしね。プンプンだよ、それだったら。はい、終わり、もう終わり、ストップ、もう無理、あ、もう無理、もう無理、もうストップ、もうストップ、はい、終わり、こうさんまでで終わり、ここまで終了。待って、スクショしたけどさ、待って、バカじゃん私さ、今こっちの端末でスクショしたじゃないですか。正解見れないじゃん待って、配信してるからやばい、バカなことしてる人がここにいるアホ、橋本アホ、橋本マジアホ、メモるしかなかったわ。今必死にメモってます。あ、2個言ってる人がいる。もうこの人はエントリー外、ノミネート外です。2個言ってる方はダメ、怒る、怒りもしない、もうノミネート外あ、間違えた、出すカード、当たった方には何かあるんですか。めっちゃ褒めます。私も一個でも順位上げれるように頑張るんで。必死にメモってんの、おもろい。
違えた。よし、一人だけでした。2個言ってる人なので、もうだってさ、私が今この順位にいてさ、もうだってその順位にはなれませんみたいな人いっぱいいますよね。いなかったけど、じゃあ例えば私100位から始めましたって言ってて、今まだ100位ですみたいな、絶対1時間やっても100位ですみたいな、そんなわけない。だからこう真面目になんか、このなんて言うんだろう、私がそのこれよりもなんかこの順位になれるどう思いますかみたいな、みんな私の順位見に行かずに言ってって言って、その時の私の順位をよりも下を言ってくれてる人は、もう本当に真面目に私の順位を見ずに言ってくれたんだなっていうのを思ってて、そう、もうなんか可愛いなって、ありがとうって思いました。確かに、あの私以外の方がね、他のピョンズの皆さんが頑張って私を抜かせば、確かに100位になることもありえるけど、うん、そう、それはそう。誰がチャンスあるんだろう、この中で。私もそこで止めるとかはしないので、ちゃんと10時ギリギリまでやるので、はい、この人たちかな、今んとこチャンイあるの、チャンスあるの。チャンイある、チャンイって何、チャンスあるの。やっぱでも順位上に行けば行くほど私上がらなくなってきますね、順位が。全然やだやだとか言って、22時まで順位見ません。そうしよう。入力するタイミング外してエントリーし損ねました。ちなみに何位だと思いますか。じゃあエントリーはしないけど、ちなみに何位だと思います。あの順位見ずに言ってくださいね。順位見てたらもうその時点でエントリー外なんで、自分やっちゃったなって思ってください。罪悪感に罪悪感でもううってなってください。え、すごい、私今755開いて配信始めたよって遅れてるかなって送った、うん、遅れてるかなって思って見たんですけど、そのやじ込めの中に38分前にフルベッドで回してたら40位ぐらいと予想って、もう先に40位予想されてる、受ける、めっちゃおもろい。めっちゃおもろい、もう先に予想されてた、私がやることバレてた。
めっちゃおもろい。預言者順位を見ることはそんなに罪なことなの？はい、罪です。私は見ちゃダメって言ってるのに見たから。私が見ちゃダメって言ってなかったら罪じゃないけど、私が見ちゃダメって言ってるのに見たから罪です。はい、見るなって言ったのに見たか。極悪。あと5分。順位見ないでって言われる前に順位見ちゃったのでエントリー外してください。だって、わかりました。なんとなんと自分からわかりました、外しておきます。でも多分そこまでいかないと思います。私の予想そこまでいかない気がします。あと5分で。私も周りの人たちの順位を知らない、なんていうの、ポイント数を知らない、自分よりちょっと上の方々のポイント数とかを知らないから、どこまでいけるかっていうのがわからないけど、あと5分でいってこれぐらいでしょうっていう順位っていうかあるじゃないですか。タラピオンはもっとできる。あ、わかりました。すいません、やります。ごめんなさい、頑張ります。ドボンします。すいません、はい、必死に頑張ります。お話し会ありがとうございました。次回も申し込みます。だって、嬉しい、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。ドボンタイムよりよっぽどドボンしてます。だって、確かに、すいません。でもいいこと、ドボンすることはいいことだ。テレビ見たよ、出てなかったけど、うん、聞いたよって言ってください、ぜひ。出てないけど、出てたから、ちゃんと声だけ出てないわけではない。そうだそうだ。出てなかったわ、違うぞ。出てなかったわ、違うぞ。わ、ドボンされる。もうするならしてくれ、ドボン。逆に早く回してくれ。一回でも多くプレイしたい。あと1回できるかな。
さてどうなるのか。ナレーションハルピョンの声に癒されました。嬉しい、ありがとうございます。やったー、ありがとう。マジ早く出して、ピョンズじゃない人が遅くしてる。無理か、さすがにもう1試合。無理かな、無理っぽいな。もうこの試合をじゃあ勝つことを頑張ります。とりあえず、あ、8、10時になっちゃった。でも上がりました、勝ちました。とりあえず、さて順位はどうなったのか。お、結果が出ました。ということで結果、なんとこれどうやって見せたらいいんだろう。じゃじゃーん、現在の順位ですね、31位。ということで誰かいるかな。いない、誰もいない。惜しい人たちはいっぱいいます。前後賞何位までにしよう。何、31位でしたっけ。じゃあプラマイ5ってことは26位って言った人か。猫ペンさん26位、マジカナバナナちゃん28位、スミちゃん32位、惜しい、一番惜しい。てっちゃんさん33位で、アーターさん35位。残念ながらピタリはなんと、あ、これでやればよかった。なんとピタリはなんと、なんと出ませんでした。やればよかった、悲しい。あ、やればよかった。え、めっちゃ後悔。え、マジで後悔。やればよかった。悔しい。まあいいや、ちょっとあと3回ぐらいやりますね。あと2回ぐらい、あと1回だった。違う、ハートを綺麗に片付けたかっただけなの。でも綺麗に片付けれた。1回、あと1回で綺麗に片付けるとか。大丈夫、すいません。明日100位だったらまたできる。おいおいおい、頑張るんだね。今私だから30、私1位だから32位から100位の人が頑張るんだね。絶対頑張んないでしょ。いいですよ、本当に頑張んなかって、頑張んなくてください。頑張んないでください、本当に。はい。今じゃない、頑張るのは。いつかまたイベントが開催された時に一緒に頑張りましょう。はい。なんか急に弱くなったんだけど、ゴールデンベッドタイム終わってから。急に弱くなったんですけど、つらまあいいや、終わり。今日のドボンタイム終了。確かに30位以上手強そうだな。ね。完走しました。とりあえずメールを
ちょっとポポーンって送ります。いや本当にあの今101位にいる方本当にすいません、私のせいで101位になってしまった方。いやでも違いますよね、私は、え、そうだよ、私は別に、だってもともと100位だったもん、誰か落としたわけじゃないんだ、100位以内から。じゃあ別に私は文句言われなくていいんだ。そうですよね、だって10欠に入ってるわけでもないから別に写真には影響しないし、あ、私別に誰も怒らせないわ、みんなの順位が1個ずつ下がっただけだ、別にあれには影響してない、報酬には影響してない。そうだ、よかった、文句言わないでくださいハルピョン35位ですよ、だって。あ、多分それ反映されてないですね、まだ順位だからだと思います。はい、今もう31位なので、あのまだ更新されてないだけなので、31位なので、てかもう31位だし、あれ31位ですよ、更新されてます、31位にいます。はい、35位だったらピタリいるし、最近は10決諦めてピョンちゃんとの順位連覇を目指す遊びをしている。よっしゃ1位目指そう、私次言ったね、よっしゃ私次1位目指そう無理、3月そんなできない31位になってます、ありがとう教えてくれて、私の心に今火をつけられました。はい、あのぜひ30位まで下がってきてください、お待ちしてます。てか私も多分下がるから、こっから、うん、こっから多分下がるから、そう考えたら一緒に下がりましょう多分ね、意外とね狙えるもんですよね、見えてるから順位が。例えば私が130位で131位目指すのは厳しいかもしれないけど、順位が見えてるから狙いやすいと思います。
っと今メールを送ってます、すいません。始めた月に130以来はアクティブな人が多いのか壁が高いと思ってました。意外といけるもんですよ。あれやってない時、イベントやってない時は意外といけるもんですよ。普通に無課金で回してても全然、はい、ちゃんとハートをCM 見たりとかしたら全然いけちゃうと思います。ただやっぱあれをやるとイベントをするとみんな嬉しいから、みんな嬉しいからっていうか違う、私が嬉しいことにみんなにありがとうっていう気持ちを持って言うんですけど、今からの発言は本当に皆さんがありがたいことにたくさんプレイしてくださるので、本当私のポイント稼ごうってたくさんプレイしてくださるので、その分本当にアベレージが上がっちゃうのでやっぱり難しくなっちゃうっていうのはあります。みんな嬉しいけど意味わかんないこと言っちゃった。ごめん。めっちゃおもろい。みんな嬉しいからどういうこと？イベント始まったらみんな嬉しいんですかね？長いよーってみんな言ってるイメージ、ごめんねーって、頑張ろう一緒にって思ってます。この後は私は写真を撮ります。着替えて写真を撮ります。明日はちなみに、朝配信なので皆さん早起き頑張りましょう。マジ早起きできなかったら本当にごめん。頑張って起きるんだけど本当にごめん。もしものことがあったら本当に私も早く寝るつもり、もう今日は10時半に配信終わって写真撮ってメイク落として早く寝るつもりなんだけど、マジ寝れなかったら本当に怖い。寝るぞ寝るぞ寝るぞって思ってる日ほど寝れないんですよ。わかります、この葛藤。頑張っておきます。3月1日は波動の騰落ですって。皆さん騰落ぜひ教えてください、どうだったよって。西くんさん、熊ありがとう。早朝のぴょんちゃん地味に好き、派手に好きになってください、お願いします。目つぶって何も考えなければ秒で寝れる、のび太くんやん。いや本当に寝れないんです、私なんか寝なきゃ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 寝れないってなるの。困ったことだ。今のめっちゃドラえもんに似てた。12月の百穴って、嘘、私今これ何月の百穴書いてんの。じゃあ待って、スタッフさん、
あ、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい。12月の百穴は、あと加工だけ、加工もした。加工っていうとあれだけど、組み合わせもした。ほら、もうちゃんと。いつでもあげれる準備完璧。であとあげてないだけだ私あとあげてないだけです。あげます、ちゃんとあげます、すいません。ほらだから12月のだからサンタさんの服にしてある。そうだそうだ、あげますね、待っててください。すいません。先月の分スクショしてない、今からするね、ありがとう教えてくれて。やば、してなかった、危な。はいはいはいみたいなやつ、わかりますみんな私についてきてみたいなのにしようかな。バランスよくやってくださいいや本当にそれな。でもね、来月の3月末はちょっとあのリハとかが入ったりとかして、そう配信もままならないかもしれない状況な、まだ何にも分かんないんですけど、ちょっとどんな感じなのか、ちょっともしどうなるんだろうっていうのが不安で、なのでまあできるだけ100位以内には入るつもりではいるんですけど、配信も頑張って毎日やるつもりではいるんですけどって感じです。待って、さっきニックさんのミラーボール歌ってない。今トラック野郎さんがミラーボール3つくれて思い出した。ニックさんいる今この配信に、いないかもしれない。いる、待って、とりあえずトラック野郎さんミラーボール3つありがとうございます。あ、いる。そしてニックさんがミラーボール2つくれてる。またありがとうございます。7個分歌います。ちょっと待ってね、ランキングじゃない、なんだっけ、う、これだ。サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。 2+2+3+4 は、はい、歌います。どこで歌ったっけ。年上の君なのに誰よりも可愛く思える、年上の君なのにいつだって僕にはディーエンジャー。ありがとう。なんかあれだよね、追っかけがないとよくわかんない。あ、数字だけ打ったらカウント扱いで表示されませんでした。めっちゃおもろい。11個ですよね、ありがとう数字打ってくれた方ありがとう。カウント扱いされてんのめっちゃおもろい。ありがとうございます。4つ、あと7個分。何歌おう。今日は、今日は何の日。脱出の日。うわー、でも歌えないんだよね私この曲。ハートの脱出ゲーム歌いたいけど、私 A メロ B メロわかんないんだよね。てかサビもわかんないかもしんない。いや、サビはわかるな。チーム4になったことないからちょっと聞きながら歌
歌いますね。歌いたい。でもフォーっぽいってよく言われるんですけどね。玉雪さん、クマ、リラックマ、フォーセン、ポッポロ、ありがとう、ありがとうございます。ハートの脱出ゲーム、イヤホン、イヤホンあれだった、全然あれしてくんなかったイヤホン全然使い物にならなかった今びっくりした、イヤホン挿してんのに流れてた外に。ちょっとまずサビだけ歌います。あと7個分。サビだけってか頭サビ。え、かわいいこの曲。謎だったんだ不思議な気持ち、今まで感じたことがない、謎だったんだ、ドキドキしてる、ハートの脱出ゲーム、イエイイエイイエイ。今ので3つ、ありがとうございます。あれ3つ、感じたことが、あ、じゃあ2つだ、ありがとうございます。うん、あ、3つです、ありがとうございますちょっとここからはちょっとずついきますね。あ、掛け声なしですいません。切なくなるよ、知っていても切なくなるよ、いつの間にか君のことを考えてしまう、これじゃいけないと頭振り切って勉強をしても君が浮かんでくる、むずめっちゃむずいけるかな。何を知っていても切なくなるよ、いつの間にか君のことを考えてしまう、これじゃいけないと頭振り払って勉強しても君が浮かんでくる、むずっ。苦悩、愛という苦悩、苦悩、ラビリンスから抜け出せないです。これちょっと待って、ちゃんと聞こう、ちゃんと聞いてちゃんと歌おう
何か君のことを考えてしまう。これじゃいけないと頭振り払って勉強しても君が浮かんでくる。愛と欲のラビリンスから抜け出せない。ヒントが欲しい、解決したい。自分が自分じゃないようで。よし、いけます、いけます。 A メロからいきます。すいません、あと4つ分。チーム4、何をしていても切なくなるよ。いつの間にか君のことを考えてしまう。これじゃいけないと頭振り払って、勉強をしても君が浮かんでくる。愛と欲のラビリンスから抜け出せない。ヒントが欲しい、解決したい。自分が自分じゃないようで。ミラボールありがとうございます。ニックさん、サプライズレバーさん、トラックヤローさん、ミラボールありがとうございました。イエーイ。ツーさん、アーターさん、マー君さん、コロポックルさん、音符ありがとうございます。ありがとう、無事歌えた。イエーイ。歌ってみたい曲の一つではある、一曲ではあるんですけど、まだ披露するところで歌ったことがない、踊ったことがない曲なのでね。えこれさ、逆だから行かないのかな。いや、そんなことないな。いや、なんでだろう、なんでさっき行かなかったんだろう、わかんない。イヤホン、でもイヤホンもう一回今確かめたらできました。なんでかわかりませんということで、すいません。今日は脱出の日なんだって、おもろいよね。そんな日あるんやって感じなんですけど、まあこれからもいろんなところから脱出していけたらなと思います。どういうことということで、ズーデスさんもハートありがとう。それでは最後にランキング読みます。写真撮って早く寝ます。あれになってないんですけど、私さよならモーリさんをいつか一緒に見ようと思ってて、 TVer さんで、それもまた後日お知らせします。日程は明日ではないです。はい、ではまた後日お知らせします。それでは最後にランキングを読みたいと思います。いきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます、ありがとう。2位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます、ありがとう。3位久慈の大吾さん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位すみちゃんアット、久しく出演がないからママぴょん欠乏症さん、あ、はるぴょんで我慢してください、なんかよくわかりませんが、ありがとうございます。5位ニックさん、ありがとうございます。6位鎌倉殿様さん、ありがとうございます。7位ズーデスさん、ありがとうございます。8位レクサーアットピョンズさん、ありがとうございます。9位コロポックラさん、ありがとうございます。10位ユータさん、ありがとうございます。11位にしくんさん、ありがとうございます。12位マークーンさん、ありがとうございます。13位クロロロシルフルさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーター88位はくるみミルクさんです、ありがとうございます。待って、
今ミラーボールが来ました。ありがとう竹兄さん。歌って終わります。じゃあ自分が自分じゃないようで、前もくれてたっけ、そういえばないか。人が欲しい感情のピース探せば答えがわかるかな。ミラーボール竹兄さん今ありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。みんなありがとう。それでは、はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6737人の皆さんにきっときっと笑顔を届けすっちゃ、という無限代表ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さんぜひハルピョンが可愛い写真撮れることを祈ってください。それではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。漏れますように。おやすみなさい。漏れてる？この顔。ありがとうございました。バイバーイ。